毎度久しぶり、どうも。こちらは常連のお客さん。春に合わせたジーンズを探しに来たそうなんです。愛ちゃんは春にぴったりのオレンジのジーンズをおすすめすることに。失礼します。おお、似合う。ぴったりですね。なんかルパン三世みたいになりましたね。雰囲気が全然変わりますね。ね、春は細めで、うん、決めてあのスニーカーでもスニーカーでね、コンバースとか。師匠のこだわってるところはですね、はい、変な形で色落ちしないようにその折ってあるところをうまいこと切ってですね、ええ感じで何回も履いてはるなって思われるジーンズです。わかりました。ありがとうございます。私よりもきっと知ってると思うんですけど。そんなことございません。ありがとうございます。はい、こちら。ありがとうございました。はい、師匠によろしくいただきます。また来てください。さんでしたね。買ってくれたもんをそのまま着て帰ってくれはったりするので、やっぱりこっちもね、やっぱり自分の父親が作ったものをちゃって着て、うん、これもう着ていくわって言って帰ってくれはるっていうのはすごい嬉しいですね。